で？なに？なに？ねえ。姉が二人いればいい？本当？じゃあ、そうだね。確かに、ネネが二人いればいいか。そうだね。ナイスアイデアだね。よし、これでいこう。名前からつけたら治るかも。おい、うるせえな。自分の声が。うわぁ！パソコン再起動しようかな。それかな？パソコン再起動ってなる。あれ、配信中にパソコン再起、あ、うん、なんだよ、この声。うん、ねえ、なーに？ほんとに、あー、ねえ、くどい、ねえの声。あ、自分の声、うん。あなたの体重を教えてください。体重ですか？ちょっと、これはちょっとね、もうレディーはちょっと恥ずかしいですよ。別にそんな、あれ恥ずかしくねえけど。別にいいんだけどさ。どうしよう。なんか一応隠しとく？一応隠しとくね。レディーだからね。ちょっと一回隠してみるか。ちょっとじゃあ。待ってね。ちょっと一回だけ隠してみようかな。レディーだし。ちょっとね、入力する。いくつだったかな？これぐらいかな？なんかさ、お引越ししてから体重計さ、ないんだよね、もううちに。なんか最後測った時の、あれ入れたわ。待ってね。今画面つけます。はい！OK！ ま、ちょっとね、レディーだから。待って、出てるじゃん、ちょっとねえ、出てるんだけど、ちょっとちょっと待ってよ、終わった。あ、終わった。もうマジか。今さ、いや、入力 OK 入れた。入力 OK したらこれ OK になるんじゃないの？次のあれ言ってよ。ファーファー。ワンちゃん待って。わーわー、あー閉じられた。わーふぶいちゃん、今日の夜ご飯は何を食べたの？このご飯はハンバーグだよって言ってる。おー、違うよ違うよ。ハンバーガーだよ。違うよ。そう、持ち方なんかさ、私思ったんだけど、持ち方がさ、こう。なんて言うんだろう、やっぱさ、自分の自社のタレントさん、自社のタレントにちょっと指一本もちょっとあんまり触れちゃいけないぞみたいなさ、なんかそういう優しさを感じるよな。そう、その優しさを感じ、なんか普通に抱きしめてほしかったんだけど、団長はね、ぎゅって屋号社長に抱きしめてほしかったんだけど、ちょっとこの余白をあの顔にかかるのもちょっとね、顔を潰すのもね、ちょっとためらったんだろうな。だから余白をこうやってね、やっぱ気遣いのプロ、さすがだなと見せかけ、もう一枚が、もう一枚でも、もう一枚もそう、ねえ、触ってよ。なんで触ってくれない？触ってくれてない？今気づいた。自社のタレントには一切触れませんっていう強い意志を感じるね。これが社長の鏡。